はい、はい、伝わってどっちかと思いますが、非常に激戦も伝えられております。現状への認識と今後への戦いのあたりを教えていただけますでしょうか。今日ですね、杉尾さんとこうやって、一緒に並んで、演説会で、訴えることができたということで、本当に気持ちが一つになったと思いますので、私はこれからの、後半戦の戦いで必ず勝利は勝ち取りうるし、また勝ち取らなきゃならないというふうに考えております。残されたこの期間の間で、市民の方に最もこれから訴えていきたいポイントを何にあるかと思いますか。やっぱり平和の問題と物価ですね、暮らしの問題です。でやっぱりこれ、この2つの問題実は結びついていて、軍事費の拡大に5兆円ものお金を使いながら、暮らしの方はさっぱりまともな対策やらないじゃないかと、逆に削ってるじゃないかと、年金は減らしてるじゃないかと、消費税の減税やらないじゃないかと、これはもう非常に結びついたからになっていると。ですから暮らしと平和一体に訴えて、そして勝利を勝ち取りたいと、共闘の勝利も共産党の勝利も両党も勝ち取りたいと思っています。はい、大社勝利です。大社さんお願いします。大社いかがですか。よろしくな。いい。はい、じゃあ。じゃあどうも。はい。どうもありがとうございます。どうも。ありがとう。はい、ありがとうございました。